うわ、すげえ、よじ登れる。めっちゃ野生やん。なんかめっちゃ先回りされとんやけど。おじいさんワープ使えるの？いや、早い、早いよ。こんな老いぼろに遅れを取るとはお主もまだまだじゃのう。ワープした？ワープなどせんでもお主に負けるようなわしではないわ。さてさて、いや、じゃあどうやって来たんだ？お主をここに呼んだのは、ここがほくらを探すのに絶好のポイントだからじゃ。お主、シェイカーストーンに望遠鏡の機能があることは気づいておるか？いや、まったく。望遠鏡を覗いてほくらを見つけたら、ピンを打って目印にすることができるのじゃ。望遠鏡とピンの打ち方。望遠鏡からマップにピンを打ち込むことができる。押し込み。あ、なるほど。ピンはマップでも打つことや消すことができる。お主の思うところにピンを打ってみるがいい。わかった。早速ここから見回してみるがよかろう。なるほどね。ああ、高い。おお、落ちそう。怖っ。絶対これ落ちるよね。これで望遠鏡？うわあ、すげえアップになった。見にくいんですけど、逆に、ここらってどんなの？どこ？どれ？マップで見た方が早くね。あれか！これ？これ行ったとこ？はい。おー。これでいいってことかな。あの場所に向かえと。これは、あそこにはワープしていけんのよね。多分。ちょっと待って、もう一回。マップピン。さっき言ったのはどれ？どこ？あ、これか、さっき言ったの。あ、違う、現在の位置。魔王布の祠。さっきのとこと、反対の方向？じゃあ、ここに向かうか。どこから降りたらいいんやっけ？この辺に降りれないぞ。あやし、あの時どこから降りた？あ、ここからか。はい。あ、怖い怖い。瞬間的に落ちたかと思った。あっちの方が近くない？あれは？行った場所？見えねえし。あれ待って、どこまでドアップになって、あ、これか。これ行った場所？ちょっとわかんないんだけども。ん？これ行ってない？いや、行ってるね。これか。魔王布の祠か。なるほど。ってことは、あれは関係ない。よいしょ。あれかな？なんか3箇所あるって言ったけんさ、3箇所とも打っといた方がいいんかな。見えねえな。あれは何？なんかよくわからんけど。まあ、いっか。まあ、いっか。こっち向きやっけ。てか、なんかその辺敵おらんかった？ちょっと。シャキッと。ああ、ほらほら、なんかいっぱいおるよ。なんやっけ？ボコブリンやっけ？ん？私が目指すべき場所は反対方向よね。こっちだ、こっち。さあ、向かうぞー。ね、あれも敵？これも敵？いや、蝶々かただの。どれが敵でどれが敵じゃないんだか。これさ、夜になったらなんか、強そうな敵が出てくるとかそういうのない？なんかありそうじゃない？てか、後ろからなんか追いかけてきそうで怖いんやけど。警戒した方がいいかな、そういうの。とりあえずこっちの方向か。なんかあの辺におらんか。警戒しすぎなんかな、私。いや、なんかね、小さい頃やりよったさ、64のゼルダがね、夜になったらさ、地面からなんかボコボコ骸骨みたいなのがいっぱい出てきよったけんね。それがだいぶちょっと、私的にはトラウマだったから、夜になったらそういうのがあるんじゃないかなと。どこ？これ登れるの？あ、登れた。あ、なるほどね。あ、でもこっち側じゃないや。こっちだ。ここジャンプで上がれる？あ、お、すげえ、よじ登れる。めっちゃ野生やん。めっちゃ安いやん。あ、登る必要なかった？あ、いや、登っても大丈夫かな。よいしょ。わあ、すげえ。到着。待って待って待って。ちょっと待って。戦い方を忘れた。こうだ、こうだ。なんこいつ、顔が。え、もしや復活するの？あ、違う、消えた。焦るー。なにこれ、ボコブリンの牙。ボコブリンを倒して手に入れた牙。すり減っていて鋭さはないが、硬さは十分。虫と一緒に煮込むことで薬を作ることができる。へえ、これは？ボココンボ。ボコブリンが獲物を仕留める、その一点のみに注力して作り出したコンボ。無理をするとすぐに壊れてしまう。壊れるもの多いな。手に持った武器を投げることができる。いや、投げません。コンボを投げて使うの？違うよね。盾を素早く切り替える。ん？なんか動いてない？ボコブリンの骨。切り離されても動き続ける不気味な腕の骨。あまりポーチに入れておきたくない。古びて脆くなっているのですぐ壊れる。超動いてるんですけど、うわ、気持ち悪い。牙めっちゃ落ちとる。いやー、何度でも復活する系かと思ったよ。びっくりした。なるほどね。祠の周りにはああいう感じでいっぱい敵が出てくるわけね。前回もそんな感じやったよね。はい、そしてまたしてもシーカーストーンを設置。この開き方結構好きよ。どうでもいいけど。ここはどんな感じかな？あ、そっか。ここか。前回赤かったよね。今回なんか、青い。注目する。敵や人物の近くで Z イルを押せば注目することができる。注目中は相手の周囲をぐるぐると回るように移動する。昔からそんな感じよね。ほい、来た。祠を訪れし者よ。我はジャバシフ。女神ハイリアンナにおき試練を与えよう。破壊の力。ジャバシフの祠。破壊の力？よし。ここでまた何かしら情報が入るってことやね。シーカーストーン認証。アイテムの入力を開始します。ここはどんなアイテムやろ？お、なんか2つ増えた。リモコン爆弾。遠隔操作で起爆できる。爆風で魔物にダメージを与えたり物を破壊することができる。丸型と四角型があるので状況に応じて使い分けられる。丸型と四角型。どういう状況に応じて使い分けるんやろ。とりあえずなんかわからんけど。あ、まずはこれを吹き飛ばせということかな。お。は。あ、違う。間違えた。L ボタンで爆発。おー。いいね。あ、これ敵にも使えるんや。めっちゃいいやん。ここも？あ、後ろに置いた。やべえ。はっ。おー。宝箱。旅人の両手剣。各地を旅する冒険者が愛用する両手持ちの剣。魔物との戦いではその重さを生かし、敵の構えた盾を吹き飛ばすことができる。へえ。これ以上ポーチには入らないようだ。なんですって、閉じられた。ということはだ。木の枝はちょっとさすがにいらない。ね、いらない。松明は持っといた方がいいんかな？わからんけど。じゃ、とりあえず、あ、その場に捨てるのね。消えたりとかせんのや。ほい、これで旅人の両手剣ゲット。んで？旅人の両手剣。はっ。あ、なるほど。一つの剣を両手で持つんや。二刀流とかっていうわけではないんやね。間違えた。はっ。どっから敵が出てくるかわからんけん怖いよね。って言いながらさきさき進んでいくけど。お？あ、これはあれか。は、はい。あ、落ちた。あ、落ちたけど一応破壊できたわ。これであとは渡っていけばいいんかな。よし。あ、そっか、ジャンプはこれあんまりできんよね。あとは？おう、なんだあれ。何今の。キャッチボール。あ、ここから爆弾？あ、ここから爆弾や。奥。おー、すげえ入ってった。で、あっち側に。あ、すげえ。何？全然違う方向向いたけど。これでいいんかな。あっち側になんか。宝箱。あれは？で、このボールってなんか関係あるの？関係ない。ただのキャッチボールかな。爆発するとか、あ、せん。ちょっと待って。怖っ。私もう、ああ。ああ。よし、次。は。あ、通り過ぎた。通り過ぎた。これ、はしごとかなんもないよね。私がセットされればいいってことかな。ちょっと待って、はい。ああ。おー。琥珀、ハイラルで採れる樹脂の化石。美しい飴色に輝き、古くから装飾品や工芸品にも使われてきた。こういうのって何に使えるんやろ。なんかあれかな、いろいろ武器とか作ったりできるんかな。装飾品。ここはこれで上がれるわけやね。んで、これも破壊せんといかんの？登れる？いや、登れんね。はっ。上には置けないのか。おう、怖っ。結構な範囲やね。これはもういいんかな。あ、いけるいける。あれ？ここ敵出てこんの？出てこんっぽいね。なんだ、ススッと来たわ。あれ？おーい。来たよ、来たよ。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。ありがとう。今こそ、女神ハイリアの名において、克服の証を授けましょう。これで2つ目。あと2つあるんやっけ。なんかあと3つって、なんかおじいさん言ったもんね。これをのけたらあと2つや。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。お、回復した。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。おー、消えたよ、消えたよ。武器を投げる。武器が壊れそうになったら思い切ってRで投げて攻撃するとよい。当たればダメージ倍増。あ、倍増なんや。へえ。いちいち投げ捨てるのなんかもったいなくねって思ったけど。壊れそうとかどこでわかるんやろ。見えるんかな。終わった終わった。ここも爆発すればいいってことか。ほうほう。は。違う。後ろを向く。あれ、全然違うんですけど。全然違うんですけど。このメーターがいっぱいになったら爆弾が補填されるっていうことかな。は。あ、もしかして転がり寄るってことかな、あれ。あ、ぽいね。ってことはあれだ。ちょっと待って。どこだ？これか。あ、違う。こっちだ。こっち？いや、こっちじゃなくって。あれ？はっ。おー、爆発できた。爆発できた。んで？そうそう、目的の場所を。地図こんなちっこかったっけ？あ、ズーム。あれ、ズームは？あ、こうか。ズーム。んーで、今ここに来たんやろ？次の遺跡は？遺跡がどこかとかわからんのかな？ハイリア山。遺跡、これかな？遺跡。この辺とか？あ、でも何にもない場所にもこういう感じであるんか。ってことは、ちょっと一旦、ワープ。いっぺんにまとめてピン打っとけばよかったんかな。噂、怪しい場所にはコログという森の妖精が隠れているらしい。たくさん見つけるといいことがあると言われている。何それ気になる。たくさん見つけたい。ねえ。コログ。コロボックル的な感じかな。到着。このおじいさんずっとここにおる。あと2つ。祠は見つかったか？コツを教えて。コツで思い出したが、新しく覚えた操作はポーズ画面でいつでも確認できるのじゃ。システム画面を開く。ほうほう。祠を探すならシーカーストーンの望遠鏡を使うといいじゃろう。知ってます。ああ、まがまがしい。待って、見えねえ。あれは城よね。どこだ？なくね。この辺の塔よね、多分。あ、そっか。他にも塔があるんか。他の塔の上からでもこういう風に見られるってことよね、多分。わからねえ。どっちだ？こっちの方か。あれは？行ったとこやね。思いっきり行ったとこやね。こっちの方から。あ、あれは？あれじゃね？瓶を。もう1箇所も見つけれたりせんかな。あ、これか。あった、これで3箇所。じゃあ目指していこうか。とりあえず、あっち？さっき打った場所はどこなんだろう。わからねえ。とりあえず、あれ行ってみようか。よし、向かいます。あ、朝になってきた。あー、よかった。やっぱ夜ってちょっと暗いけん嫌やもんね。暗いけん嫌やもんね。あ、でも、あ！え、なんてこと。お亡くなりになったんですけど。待って。リトライ。リトライって転落死。高いところから落ちるダメージを受ける。高さによっては即死することもあるので、崖際では注意が必要だ。言ってよー。なるほど、ここまで戻されると。あれか。あれだ。ちょ待って、あれだよ、あれ。ほら。ういし。行こう。あ、間違えた。ほら、丸い剣これ転がるんよね。はっ。いいぞ。くそ、せっかく朝方になりよったのに。え、何？え、なんか動き出したんですけど、何あれ、怖っ。え、敵？え、ちょっと待って。待ってって。うわ。へえ。え、なにこいつ即死なの？待って。2回目。またここからやん。ガーディアン、全身が装甲で覆われていて攻撃力の低い武器では歯が立たない。有効な武器を手に入れるまでは回避するのが無難だ。あ、やっぱ逃げるのがいいんや。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。